走り出したり、その場で回ったり、マイクを投げたり、あとジャンプしたりしないよう気をつけてくださいね。リタイアしたい場合は背中に座って教えてください。はい、そのまま皆さんぐっと前に出れますか？前にお願いします。前に出ていくと赤い格子が見えました？見えます。はい、じゃあちょっと手を伸ばしてみてください。えい、あ、壁なんです。はい、なんで赤い格子が出たら壁にぶつからないように後ろに下がってくださいね。確かに。じゃあこの後、テンポと音のキーを選んでもらいます。ライブ成功頑張ってくださいね。はい、頑張っていきます。ということで始まりました、吉田山のマックスボルテージ始まりました。そうそう、あ、今ピョンピョン飛び跳ねてるけど、これ多分、あ、みんなを見てますね。これステージの上から見ていてですね、後ろを振り返っているのは、これステージの後ろにいるバックバンドの人に手を挙げてみんな行くよっていう感じで合図をしないと演奏が始まらないので、私が今とりあえず行くよって言って合図をしてからライブが始まりました。観客なんですけど、観客は私が近くに寄るとキャーってこう手をね振り返してくれたりとか、手をこう私の手を触ろうと手を伸ばしてくれようとしたりしてるので、私もそれに応えるべくステージの奥の方に、ステージの前の方にですね行ったりして、こうオーディエンスと触れ合ったりだとか、こうなんだろう、パフォーマンスをしている感じですね。基本的に大きく動きをすればするほど観客の人が乗ってくれるので、それが楽しくてついつい動いてしまう感じですね。私もライブっていうのを、私自身がグラビアアイドルなので あんまり歌って踊るライブをやったことがないんですけど、こうオーディエンスが求めるものに応えようとすると自然に体が動く感じですね。みんなが手を伸ばしてくれるから私も手を伸ばすし、みんなが手を挙げて乗ってくれるから、じゃあ私もそれに応えるべく手を挙げて乗ってピョンピョン飛び跳ねるみたいな感じですね。で、盛り上がれば盛り上がるほど後ろの観客とかも結構熱いノリになってきた気がするんですよね。2階席とかにもこう観客が埋まっているので、これが何千人の、お客さんの前で歌うっていう感じのコンテンツさんなので、そうですね、こう結局なんか結構こう手前の方のお客さんとかに目が行きがちなんですけど、後ろの方の人も乗ってくれるのが嬉しくて、大きな動きになると後ろの人も乗ってくれる気がするので、なるだけ手前の人たちを構うだけじゃなく、大きな大きな動きでみんなに楽しんでもらおうみたいな感じで、こうついつい動いてしまう感じです。こう右側の人に構ってみたり、後ろを構ってみたり、はたまたね、こうちょっと右だけの人を構ってると、だんだん左側の人とかは棒立ちになってくるんですよ。左側の人たちが棒立ちになっちゃうと、あーごめんねって思うので、左側の人たちを構ってみたりですね。あ、すごいな、アーティストさんって360度気を使わないといけないんだなと思って、たまにですねバックバンドの方も見て、なんかそれっぽい動きとかしてみたり、なんかこうバックバンドの人とちゃんとリズム合わせてるよみたいな感じの動きとかもじゃあしてみようかなって思ったりとかですね。あ、なんかこうアーティストさんのライブを見てやってるような動きをじゃあ自分で再現してみようかなって自分から思わせてくれるぐらい環境が整ってるんですよ。だからもうすごいね、なんだろう、本当にアーティスト気分じゃなくてアーティストにならされる、自分自身がアーティストにならされる環境にさせてくれてる感じですね。もうアーティストとして振る舞わざるを得ない感じのコンテンツなので、もうすごく頑張れました